ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。8月25日水曜日ですね。パラリンピック開会式ありましたね。まあブルーインパルスもまた見れました。YouTube でアップしたんで、まあショートってやつですか。で、布袋さんが出てね、良かったですよね。まああとその演出もすごい、演出も良くて、なんかやっぱりしがらみがないので、いろいろ自由にやられて、でね、まあ、障害者の人とか、なんか、割とやっぱこう、ポジティブなね、やっぱりこう、障害者の人を見ると勇気づけられるっていうか、まあ肉体的なね、身体的な脳とかいろいろね、障害がね、ある人もいるけど、僕、健常者でも今、特に日本なんかは、メンタル的に、ね、なんかやっぱり病んでる人多いですし、若者とかね、高齢者もみんなそうですし、なんか、まあ、誰しもが健常者であり、誰しもが障害者であるっていうかね、そういう社会になればいいなと思うんですけど、まあ、あくまでも理想ですけどね、まあ、開会式を見てね、その、まあ、あれを見てね、こう、本当に十人十色思うことはあると思うんですけど、春菜愛さんがね、ジェンダーとかね、まあ、いかにもって言って否定した人がいるんですけど、まあ、その、基本的に、その、若い人たち、小学校や中学校、高校生、大学生ぐらいまでかな、にこう見てもらって、あとで記憶に残ってね、こうっていう開会式作りという意味ではすごい良かったんじゃないですかね。もう僕みたいなおじさんとか、まあそのなんかちょっとね、社会に浸ってひねくれた人が見るとあるあるだねみたいなことになっちゃうんですけど、やっぱりこう僕がロサンゼルスオリンピックの時の開会式やカール・ルイスの活躍を見て未だにいい記憶だったっていうのも、やっぱそういうことだったと思うので、すごいいい開会式でしたね。パラリンピック、ものすごい感動しましたよね。もう一回見てもいいぐらいで、まあ、僕はネットで見てたんですけど、皆さんはどう思いましたでしょうか。で、まあ、テレビは僕ないので、まあ、どういう報道をしてるか見てないんですけど、まあ基本的にですね、まあ、僕はたまたまその通信制みたいな高校で特殊教育もちょっと特殊学級みたいなのスポーツも教えたことありますし、あとまあその尊敬する先輩がね、そういうパラリンピックのアスリートをね、トレーニング見てたり、結構まああとね、僕の中学校の時の陸上の大会で、まあ、ライバルっていうわけじゃないですけど、まあ、すごい有名、ね、な選手が今パラリンピックのね、こうアシストをやってる、コーチをやっていたりとか、まあなんか思うところはありますよね。スポーツや音楽で、まあその健常者を上回ることもできるじゃないですか。まあイデオサバンとかね、特殊に絵が描けたりとか、そういうのでまあこう尊敬したりとかね、できるっていうかね、全然この生きる場所ってあると思うので、生きるっていうかこう必要とされる障害者の方もこうパフォーマンスをすることによって僕から勇気をもらうっていうか、ね、需要と供給っていうのがあるんですよね。それがまあ見つかる人はラッキーだけど、見つからない人もがほとんどなんだけど、まあでも諦めずにこうね、探す行為をすれば、健常者の方でも誰かが必要に誰かが必要としていると思うんですよね。まあ、ニーズとかね、いろいろ言いますけど、まあマーケティングとか、まああれはなんか結構言葉のあやで
何やってもニーズはあると思うんですよね。 YouTube でゲームをこう中継してる人を見る人いるじゃないですか。ただ家の飼ってる猫を撮ってるだけでも癒される。だからまあ小さなコミュニティ、隣人ね、近所でも地域でもそうですけど、必要とされる。ただそれかなんか お金になるかならないかっていうのは、まあやりきっとやり方だと思うんですけど、僕もあんまりうまくはないと思うので、ただまあこういう YouTube とかね、まあ、僕全然視聴100人ぐらいしかフォロワーいないですし、視聴もねもう一桁とか、まあたまになんかたまにすごい時あるんですけども、最近なんかもう一桁ぐらいなんで、まあこういう話もわかんないですよね。いつか5年後ぐらいに見てる人がいるかもしれないんで、まあもうちょっとその健常者とパラとかね、アスリートが一緒にできるスポーツ、ボッチャとかもすごい面白い競技なので、一緒にできるスポーツをもっとこう考案してやっていくと、交われるというかね、そういう風になってってはいると思うので、そういう環境にね、まあ、僕に限ってはそのスポーツによって、言葉がいらないっていうかね、そういうスポーツってアートってあんまり言語化関係ないので、いいなと思ってと思いましたね。はい、皆さんはどう思ったでしょうか。本当にね、アスリートの皆さん、まあ、本当にこの逼迫して、東京都はすごい逼迫して、まあ僕もね、実はやっとワクチン受けるんですけど、明日、まあどうなるかわかんないんですけど、まあ人生なんてね、生まれてきた人全員死ぬんでっていう、まあ僕はちょっとね、楽観的すぎるかもしれないんですけどね、お互いにね助け合って、日本人はやっぱり本当に海外に比べてマナーがいいので、まあ悪い人いっぱいいますけど、まあいい人のがやっぱり多いので、こうそういうのも生かしてね、早くね医療体制がブワーって広がってほしいですよね。受け入れ体制が、ウイルスはもう防ぎようがないです。マスクした方がいいに決まってるんですけど、ウイルスは目に見えないんで、細菌より小さいので、まあこれは世界中広がるし、ロックダウンしてもまた緩めればね、ウイルス自体が待機中とかどっかものにあればまた移って増えるっていう、その繰り返しなので、早くそのね、医療体制を整えてほしいですね。それではバイ。